丈夫ですよ。すごい。大豆、大豆。今日限定のギフト。卵ボールみたい。幸せ。大豆、大豆、大豆。お豆パーティーや、お豆パーティー、サイリウムもいる。ドゥドゥドゥ。青黄、楽しい。青黄ときたら白。そう、ありがとう。楽しい。ありがとう、サイリウム。お豆、え、お豆楽しい。わっしょわっしょわっしょ。すごい、めっちゃ投げてくれる、ありがとう。卵ボールや、あるね、ほぼ卵ボール。すごい、うん、ね、ちょっとこれさ、向こうやって、なんか危ない、汚しそう、そしてつかなくなっちゃった、またつくよ。あ、つくの、プラスしよう、プラス、うん、あ、借りよう、そうそうそう、卵ボール、みんな紫ばっか振ってる、緑もだよ。ありがとうございます。卵ボールは今日までですか、やっぱ。え、今日しかない、だって豆だもんね。あれ、でも昨日からとかだったのかな、もしかして。え、そういうこと、最悪だわ、取り逃してるわ。豆豆豆豆、楽しい。お腹すいた、はい、今日はあの恵方巻きを食べます。はい、恵方巻きを、え、恵方巻きを食べます。いっぱいあります、恵方巻きが。これ食べる、とりあえず。そうだね。恵方巻き、恵方巻き。写真撮ろう。これ大丈夫か。ちもたろう。こっちもあるから別にこっちでもいいよね。でこっちの方がいいね、普通に。めっちゃ汚い。恵方巻き、恵方巻き。よし、静かに食べなきゃいけない。じゃーん、セブン。セブン売ってたね、普通に。セブン、セブン、そう、もう売り切れるかと思ってさ、めっちゃ急いで行っちゃったね。なんか二人で、お豆取り逃しました。取り逃しました。あ、もうセブンの恵方巻き食べた人いる。美味しかったよ、だって。え、ピエン、ピエン、ピエンあるよ。これにしました、私は。恵方巻きのサラダ、エビたっぷりだって。幸せじゃない。スキピ、スキ、スキ、スキピ、好きだもんね。キョンです。スキピもある、ベン、楽しい。スキピ、あ、待って、これどうやってやるんだ。シール、いちごもあるの。シールを破り開きます。スキピ、そっちから食べるの。シュキピ、わかんない、大丈夫これ、食べれなくなんない。そっちの方がやばいかな、うん、確かに、じゃあこっちか。なんか2個買ったの、今日のご飯をこれで終わらせたくて。そっちもつけるとね、うん、ベタついてるから。なので、食べていきたいと思います。食べよう。じゃあこっちから食べるか、うん、めっちゃでかいの。キュウリ抜かなきゃちょっと無理なんだけど。めっちゃでかいほうむき買ったの。でもでかすぎて2人で半分こ。え、これ何でしたっけ、エビフライでしたっけ、エビカツみたいな、なんだっけ、なんて書いてあったっけ。タルタルソースは覚えてる。そうそう、タルタルソース入ってるらしい。そう、なんか、え、静かにしなきゃいけないですね。食べ始めたらね、うん、食べましょうか。今日はこのこれを食べる配信です。で、本当はまあちょっと向きいろいろありますけど、こっちを向いて食べます。ここだと信じて食べます。配信を配信のために、まだ、いや、こっちだと信じて食べますから大丈夫ですよ。では皆さん、いただきます。今年もいい年になりますように。必ずキュウリ入ってるんですよ、本当。ちょっと待って、食べる、ちょっと待って、待って、怖い怖い、こぼしそうで怖い。
た。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うー、もう一本行こうとしたね。うん、もう一本行こうとしたね。お腹いっぱいじゃないの？ちょっともう今日来てから何も食べてない今日。あ、そういうことね。一旦休憩挟もう。うん、食べれる。何も食べて食べずに来たから。あー、お豆ちゃん、え、15分もかかったの？うちら。ありがとう。そんなかかってた？15分も食べてたらしい。そう、でもちょっと最初の一口がマジ小さすぎて、キョンです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 。小さすぎて、え、もうこれあと何分かかるかなって自分でも思った。へえ、全然一瞬だと思ってた。ラスクリスマス、あ、なんでクリスマス？雪みたいだから。確かに味噌汁買ってくればよかったね。カップ、カップのやつ。あ、お湯入れるやつ。そうそう、食べれました。ラスクリスマス、これだけだよね今日やること。そうこれだけをやる。お、もう CG 届いた人いるね。でもお店とかにも売ってるんだよね。あ、そうなんだ。サイリウム、ありがとう。フラゲビってやつですね。ああ、お、フラゲした。さすが。さすがだな。早っ、劇場版も届きました。そんな早いんですね。早っ。早いですね。食べてる時も豆投げてくれたりありがとうございます。豆が届きました。材料も、へいへい、すごい。今とても賑わいました。あ、青き、青き、ときたら、ときたら、ときたら。白白白白白、ありがとう。なんかお願いして食べた？食べてない。あ、やっぱりお願いして食べてないわ。え、確かに何も考えてなかった。すごい、ちょっと結構量あるなとか、そういうなんかネガティブなことしか考えてなかった。まずい、これはまずい。お願いして食べんだ。でも食べれる前に健康でいれますようにって私はお願いした。私はっていうのやめなよ。うちもお願いした。イカ同分って OK。 わあ、ボールだ。寒い、うん、っていう配信でした。それだけ。あ、ごめん。柱祭ないんだ。これ塩じゃないの？水色か。ちょっと。豆、ありがとう。ありがとうございます。お豆。豆豆豆。確かに今日むくんでるかも顔。ダンダンドンバンドンバンドンバン。ちょっと待って。サイサングラス。ダン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 チャ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 、待てよ。メカ言え。大量の豆。ダン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 、わお。ドンドンパオ。やばい、前が本当におかしいぐらい。さっきまで寝てたらこんなんなって、目が本当に腫れてる。寝すぎなんすよ今日。あやばい。
豆。ちょっとこちらであのミラボールが来てたのですいません。説明しとかないとね。やらせていただきました。説明しとかないと変な人たちみたいになっちゃう。なんかサングラス落ちてた下に。ダン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 。あうううヘイヘイ。今夜はパーティーだぜ。あ豆豆豆。豆いい日だね今日も。うん。なんでこんな髪乱れてるんだろう。なんかあったかな。どうした。なんかあったんですかね。好きなってな。髪乱れて。なんかあったのかな。あと目がめっちゃかゆい。なんで。花粉かな。花粉です多分。お豆ありがとう。しっかり食べました。キュンです。なんだっけこれ。なんだっけこれ。なんだっけ。なんだっけ。うわあ。ポケットからキュンですよ。ポケットからキュンです。え何落としたの。キュンです。それ忘れちゃったの今。忘れちゃった。キュンですだけ覚えてた。すごいサイリウム緑か。ありがとう。ポケットからキュンです。え何落とした。豆です。豆です。ポケットからキュンです。え花粉症がねこれは。すごい大困っちゃいました本当に。目がかゆくて。え何落としたの。キュンです。そう佐野丸です。佐野丸。豆豆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 はもうちょっとしかね投げれないから。シュキピ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 キロキロキロッピのさピンつけてる地雷系っていないよね。確かに色味じゃない。色味だよね。ちょっとこれは緑はちょっときついのか。黄緑というかちょっとそれはあれなのかも。YouTube の更新ありますからってあるよね。あるよ。ちょっとうちも今見てる。更新されるから、うん、でもまだ更新されないね。何時更新だろう。聞いてみるか。聞いてみよう。聞いてみよう。寒い。8時からと思ったよ。ありがとう。更新がね、あ待ってすごい。そうなんかね唇の端が切れてしまってちょっと辛いんですよね今。痛い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 。唇の端が切らっぴは別に好きじゃないけどなんか持ってる。あんまいないよね色味か。鬼滅のファンブック買えますか。新作漫画3話あるらしいです。おひい。どう新作になるんだろうね。その後その後とかじゃない。あの最後の方にあるんですね。いやいやそっちじゃない。あのその炭治郎たちがどうなったかじゃない。あーそういうことね。だってさあざ出たらさ25歳で死んじゃうってさやつあれとかもさ回収してないじゃん結局。確かに炭治郎たちは生きれたのかとか。25だっけ。上がったよ。だって上がった。本当本当だ上がってる。あれ一瞬見つけたけどどっか行っちゃったわ。みんな見てください。ハートありがとう。うちもなんかここしか出てこない。一瞬見つけたけど後で見つけられなくなっちゃった。皆さんぜひ見てください。スーチは撮ってくれてるのね皆さん、うん、ありがとう。
見てね、見てください。出て出て出て、領域展開見てないでしょ、まだ見てない。なんかあんまりなんかね、見なきゃってなら、あ、でも確かに見なきゃってなら、まあ面白いんだろうけど、私も続き見てないや。何話まで見たんですか？何話だろう、でも最後に見たの12月とか、そこら辺だったからまだ、え、完結してないってこと？うん、そうなの。あの随時更新されてる系？そう、でもそれってさ、見逃しがちじゃない？待てない、待てないの？待てない、1週間楽しみにできないの？なんかそういうのもなんか完結してないとさ、ちょっとさ、続きが気になって無理なの。最近そういうのが普通じゃん、完結してて見るみたいな。そうそうそう、ちょっと今更楽しみにできないんだよ。食べんの？うん、あ、まだ？あ、そうそう、ペヤングとかやってる。 K2 は2月18日に特別公演なんだって。そうなんだ、なんだ、待ってスケジュール入れとこう、ね、思った18年。そうなんですね、これですね。なんかあんまり劇場イベントってわかるかな。いや一応なんか仮案件みたいなの入ってたけど、18なんですね。18ってのは知らなかったね。18ってのは知らなかった。やるのはでも知ってたね、普通に。あ、そう、やるのは知ってたけど、今日も漏れてる。嘘、嬉しい、リベンジですね。リベンジですね、おしげさん。リベンジですね、本当に。何しようね。何しようとか言って、うちらに権限ない。スキピだ、スキピが来た、ありがとう。ライト球大ヘビー級、スキピ、スキピ、スキスキスキピ。もうやること終わったけど、どうする？終わってまったな、こりゃどうする？終わる？終わってまったな、こりゃ。今日はこの恵方巻きを食べに来ただけだからさ、そう、もう何も用意してないのよ。みんなを楽しませられる。豆でも巻く？まあそれはあり。豆食べるか。食べる派？食べる派？豆嫌い。うちも嫌いだけど食べてる。食べよう。でももう年、結構年取ったからしんどい。でも確かにせっかくさ、ママくれたから食べなきゃ意味なくない？豆ね、お母さんがね、そう、送ってくれたのよ。おしりんさんのママが豆送って、だから数だと22個食べなきゃ。ちっちゃい頃大っ嫌いだったんですよね。だから年とんの怖かった。毎年これが増えてくと思うと、やばい、久しぶりに食べるな。増えてるんだろうな、怖いな。じゃーん、お庭外福内、イエーイ。
くない？家の中には福はちょっと撒き散らす、お庭外と大声で豆を投げつけ。めっちゃきつくない？投げつけ、投げつけ、撒き散らす、怖い。めっちゃやばくない？ちょっとさ、乱暴すぎない？行事だ。なんかね、ハサミ別に、あ、こっちか、ここだよ。別にそんなさ、乱暴な書き方しなくてもいいんでさ、投げつけ、撒き散らす、投げるとかでいいじゃんね。ね、怖すぎ、強め、怖い、ちょっと強めだ、圧、圧、あれ、ゴミ箱だか、20?2、ここ行っていい？いいよ。ここから数えて、はい、食べます。100歳に、え、もう10個でも多いんだけど、怖い。確かに、4歳だから25個か。あ、1個多くしなきゃいけない。あー、多い。年取ってました。ちなみにうちらは豆がそんなに好きではありません、うん、好きじゃないです。大豆好きじゃない。いただきます。え、これ静かに食べるとかないよね。え、ないないない。うーん、独特。クワウチ、お庭外、独特。角がない、切っちゃった。もっといい切り方すればよかった。うーん、危ない、喉にカリスク。気をつけてね、うん、そういう事故あるから、本当にマジでお子さんには本当気をつけて、みんな、うん、そうやってなるんだね、きっと。うん、なのに張り替えかっか。豆豆豆、ありがとう。うん、年取ってる。どうどく、反復よく飛び足大丈夫だった？転んだんですよね。どうしたの？転んだんです。えぇ、ー、だからやりたくないって言ったんだって言って怒って帰りました。いや、めっちゃおもろ。1回だけ転んでました。私3回転んでますからね。あれ撮り直しさせられてもう1回転んだ、うん、その前になんか練習 やった時も転んでますんで。やば、うん、向いてない。足は全然大丈夫です。もうぐねらない足してるから。恥ずかしいな。でも3回も捉えられてるから、それは使われますよねっていう。うん、本当に無理。独特ね、本当独特。ずっと鳥肌立ってます。うん、まあ、でも、でも別に食べれなくはないの。そう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 、食べれなくないけど、なんかなんか無理。うーん、うん、無理じゃないんだけど、なんか、食べれてる時点で無理なんじゃないもんね、うん、でもこの一粒にカロリーがあると思うと無理。なに、こんなに無理なのに。カロリー高くない？こんだけで420だよ。そう思うとしっかり高くない？こんだけしっかりしてますね。やばくない？だってさ、この恵方巻き280ですよ。ん？マジで？これバグってますよ、カロリーが。やばいな。え、こんなところカロリー高いの？うん、豆腐もあんま好きじゃないよね、うちら。うん、だからあの豆系が好きじゃない。うちの本がそんな好きじゃないかも。きなこも大豆だ。でも、うん、きなこはいけるわ。砂糖入ってるからでしょ。だからか入ってないきのこあんまじゃん。うん、ないかよ。食べた、ちゃんと食べた。
食べたよ。えらいど、えらいど、えらいぞ、健康になっちゃうぞこれ。さすがにえらいど。豆ダンダンドンダン、ちょっストカイで下げる、ダンダンドン、いやいや、ちょちょちょ、なくしたあった、あうぜ、あった、あ、もう当てた。めちゃくちゃ目の前に置いてんじゃん。めちゃあったわ今、きなこ棒に隠れてた。くそ、サングラス、独特、独特でした。ちょっと寒いし、なんかもういろんな鳥肌。YouTube 楽しかった。痛っ、びっくりした、足ぶつけた、痛い、ありがとう。何グラム入ってんだろう。入ってない、確かに100グラム入ってない可能性が、うん、枠外上部、あー、そういうこと、 あ、そっちか、ここ、あ、50g だ、だから200カロリーや。それでも同じだよ、この恵方巻きと同じくらいなんだ。それなら恵方巻き食べたい。うん、恵方巻き食べようや。食べれる、食べれるならいいけど。食べれるね、食べれるよ。うるせーうるせー、無理、食べれるよ、無理、すぐ子供にやるような煽りしてくるからいいじゃん。無理、食べれるよ。え、次恵方巻き食べるとき教えて。ダン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 、うちのね、それうちのだからね、うちのから、お返し終わってるよ。恵方巻き食べる、何、何話した、びっくりした、どんなって、それうちのだから、おいおい、返す返す、危ない、目に入るから、そんな揺れたら。2個あったよね、それも含めうちのだから。2個あったよ、ね、あったよ。どこ行ったの、1個。こんなのしまってあんのよ、ほんと。似合う似合う、ペンギンが似合う。何の話したっけ、恵方巻き食べるっていう、食べる食べないの話。でも食べなかったらさ、まあでもこれもう食べなきゃダメですよ。消費期限がさ、明日の午前7時とか朝の7時までなの。食べるときじゃあお願いしよう、ちゃんと。次こそいい人になりますよ。嘘、もっと今よりもっとお尻さんにいいことがありますようにって言いながら食べる、言いながら食べちゃダメ、叶わない、叶わない。ちょっと待って、あれ TikTok もう一個更新したっけ、してない、はい、して撮ってんだよ。なんで、手切ってきた、コーディーチーだ、見た、調子いいだ、うん、じゃあ恵方巻きをもう一個食べて今日の配信は終わりにしようと思いますね。で、私が買ったのは、ね、え、何、これにしました。え、幸福、幸福恵方巻き、幸福っていう2文字にめちゃくちゃ惹かれました。七玉仕様です。外雨降っても心は晴れ、これ食べます。さっきよりちょっと、私は同じぐらいのサイズだ。何したの、エビたっぷりサラダ恵方巻きです。うわー、豆だ、シード破り巻き、シード破り開きます。めっちゃ海苔が出てきそうな、ね、海苔出てきそうイメージ。おお、そういうことね。あのあれだ、シーチキン巻きとかと同じ表情だ、作っていかなきゃいけない。僕が好きな最強の人に合いすぎて無視する、なんでパーツに結んだの、
近く男と気は振りだけ、イエーイ。このツインテールの歌とかもさ歌えるの？カラオケで歌えそう。まあ包んでないのよ包んでないのよ、気づいたかな今写真撮ってて。まだ包めてないの。え待って、これ失敗したかも。まださ載せない、これもしかして。載せるよ。え載せる、いつさ、これ破ればいいのか。あ引っ張ればいいんだよ、こっちに。こっちが包み、じかさ、じかでは触ってない。えだよね、なんでなんで、じゃあじかに触ることになってんの。うちおしりさん別にじかでもいけるかな。やだやだやだ、なんかちょっと手汚れちゃう。おしりさんの手はちょっと、そうじゃない、手が汚れちゃうから。どっちがどっちなのこれでこういうことだよね、これやわ。食べるで、もうこれ賞味期限。じゃあ、あーだ、キュウリ入った。健康でいられますように、いただき。キュウリ奥深く入ってるわ、ぎっしり。乾杯。乾杯。え、いいのそういうこと乾杯のノリ乾杯のノリある、恵方巻きに。いただきますよ。いごめんなさい、待って、あと願い事させて。今年も健康でいられますように、いいこと起きますように。いただきます。いただきます。うん、やばい、ちょっと
ちの髪をどっちの髪洗いさんです。完全に洗いさんです。絶対に洗いさんです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんかお腹鳴ってない？でも無理ですよ、ごまかしてもずっと喋ってるもん。食べていい？一個だけ。これも粉が飛んでおしりさんに怒られそうだな。でも今だったらさ、怒られないからいいや。だったらおしりさんも怒れないからいいや。
団どこ行ったん、ひどい布団、くるくるパー、ただのご飯でそんな飛び散るわけないじゃん。肉割れみたいなのできてます。一緒に。なんか餃子の皮に豚肉とシソ入れるやつ知ってる？最近バズってるやつ知らない？めっちゃバズってるんですよ。今度あれやりません？食べました。ごちそうさまでした。やろう。何それ、え、知らないんですか？めっちゃ最初はツイッターでバズって、うん、いろんな人が作ってます。てか待って、ゆきちゃ んこぼしたのゆきちゃんが分かんないですけどね。分かったよ、ちゃんと証拠もありますから。なんでですか？おしりさんですよ。私醤油つけてない。いやいや、つけてたやん。いや、ついちゃった。じゃあそれが落ちた。じゃあだって確実に一回ポロって落としたじゃん、うん、それどっか行っちゃったんだもん、うん、これがもしこのうちが拾ったこれがうちのだとしたら、そのポロって落ちたあいつはどこ行った。え、でもスヌーピー食べてたのさっき。食べてねえ。この子さっき食べてたもん。食べてねえ、毛布だそいつは。あー、もうちょっと静かに食べたらよかったな。いや、誰のせいだろう。おしりさんがおとなしくなりますようにって願って食べたのに。叶わなかったよ。最悪、もう一本買いに行こう。いやだよ、もうお腹いっぱいだよ。こっちはこっちでなんか喋っちゃったしな。早々に喋っちゃったし。そう喋ったよね、うん、なんで喋ったのあれ。みんなに醤油見せようと思って醤油上からこうプタポタって開けてたらめっちゃ跳ね返ってきて。え、最悪と思って。これついてない、ギリここら辺には飛び散ってたけど、そっから先はついてないから。じゃあ見てみよう。絶対ついてた、ほら。でもまあそういう色だからね、まあ、やめて、はい、ということでもうや、はい、終わりましょう。もう終わりましょう。ねえ、やめて。終わりましょうって。分かった、やめよう、うん、ということで皆さん、次はその餃子の皮の流行ってるやつ、これ作りたいんです。はい、餃子の皮、しそ、豚肉を入れるだけの。え、そんな美味しい？え、そう、めっちゃ流行ってるんですよ、ガチこれ。そんな美味しいな。そうそうそう、ツイッターでバズったんですよ。50万いいね。知らなかった。50万いいねですよ。
50万いいね。オシリスにたどり着かないことあります？わかんないじゃん。ね、うちの耳鳴りがしてる？キーンって聞こえるね、ずっと。あ、よかった。耳鳴りすっごいきつい耳鳴り。どぎつい耳鳴りしてるかと思った今。あ、確かにね、キムチとか入れたら美味しそう。チーズとかね、入れたいよね。あれ流行ってるやつ。こうやってやるだけで美味しいんだって。なんで？なんで？え、なんで？だってただ挟んだだけじゃん。食べたいです。次はこれやります。では皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またやります。やります。ピースバイバイ。 あ、こぼしちゃった。バイバイ。ありがとうございます。本当に見てくれて、スピード感早い、面白かったよ。ありがとう。バイバイ。豆巻いてくれたり、みんなもいろいろありがとう。節分楽しんでね。いっせーので。